会場の皆様、勝利しましたパナソニックパンサーズの清水選手にお話をお伺いします。ありがとうございました。まずは今日の勝利に一言お願いします。いや本当にほっとしています。難しい状況が続くと思っていたので、接戦になると思っていましたので、本当に3位で勝ててよかったと思います。チームとしては第2セット少しミスも出てという展開でしたが、この後の修正力、集中力どうだったでしょうか。そうですね、連続得点した後に連続ブレイクした後にサイドアウトが取れなかったりっていうリズムが悪い状況が続いたんですけれども、それでも、チームを信じて、勝利を迎えたんじゃないかと思います。ご自身も高い決定力、要所要所のスパイク決まってました。
そうですね、良かったです。川村さん監督なんで僕の全てを知ってるんで、あ、嫌だったんですけども、うまく機能できたんじゃないかと思います。はい、これでチームとしては、8勝ということになりました。ここまでの、その序盤からのここまでどういうふうに振り返ってますか？そうです、まだ、パンサーズらしい試合っていうのはなかなか見せれてないことが多いので、もっと、こう1試合1試合通すごとにもっともっといいパンサーズの試合を見せれるように頑張っていきたいなと思います。今日もたくさんのファンの皆さんがここ松本まで駆けつけてくださいました。皆さんに一言お願いします。そうです、この松本の方、松本の地で勝利できたことが良かったと思いますし、皆さんの応援のおかげで、今日は最後の1点もぎ取ることができたと思います。本当に応援ありがとうございました。では明日の戦いに向けて一言お願いします。そうですね、今日のような試合に、なると思いますし、もっと難しい、きつい状況になると思うので、皆さんの応援の力を借りて明日も勝利目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。勝利しましたパナソニックパンサーズ清水選手でした。皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。